はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber 新です。今日はですね、いや、平塚 YouTuber 新って結局誰なんていうね、その自己紹介動画っていうのをずっと撮ってなくて、もうやっと撮ろうかなという気になりまして、今日からね、そんな自己紹介動画を撮る予定でございます。で、まあこの動画については僕のことをひたすら喋ってるんで、あんま僕に興味がない方は動画を見ない方がいいのではないかなと思いますけども、まあちょっとね、僕に対して興味があるという方はぜひね、最後までご覧いただけると幸いです。どれくらいかかるかな、30分ぐらいはかかるんじゃないかなとは、はい、動画の冒頭で言っておきますけども、実際どれくらいかかるかわかんないんですけども、喋っていこうかなと思います。まあ大体生まれから、1997年生まれなんですけれども、そこからまあ今2024年の8月現在ですね、までの僕のその人生というかを振り返るみたいな自己紹介動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。まあその元々自己紹介動画をなぜ上げてなかったのかというのがあって、結構なんか登録者全然いないのに自己紹介みたいなことやって、いやお前知らん、もうお前のこと興味ないからみたいな話も結構あるんですけども、それもあって僕は上げてなかったっていうのもあるんですけれども、まあ、僕のその先輩 YouTuber に、もう引退しちゃったんですけれども、シャマさんっていう YouTuber がいまして、その方がね、10万人行くまでは自己紹介動画を上げるなというのを言っていて、それを忠実に守っていたわけですね。でもまあ、平塚の話題で10万人ってなかなか道のりも長いですし、まあ、そろそろ1万人もね、超えたし、上げてもいいんじゃないかなというところで、今回ね、上げようと思った次第でございます。ということで、前振りはこんな感じにして、早速本題に、やっていこうかなと思います。ということで、ちょっと簡単なメモをね書いてきたんで、それをねこう見ながら、ブレないように、なるべくブレないように話していこうかなと思います。別に1997年生誕ということで、これ埼玉県の行田市というところに生まれました。埼玉県の行田市っていうのは、埼玉県熊谷っていう、あの暑い、日本一暑い、何回もねなって有名になったところがあるんですけれども、そちらのねお隣で生まれました。大体ね、行田市の説明をするときは熊谷の隣ですっていう説明をすることがかなり多いですね。で、熊谷っていうと、まあ新幹線も通っていることもあってか、あ、熊谷ねって言ってくれるんで、その熊谷の横の行田市で生まれたよっていうことをよく言ってましたね。で、行田市は人口がね結構平塚と比べてると少なくて、大体8万人ぐらいの町なんですよね。だから平塚の3分の1ぐらい、平塚が25万人ぐらいですから、まあ大体ね、3分の1ぐらいの8万人ぐらいの町で、町並みとしてはもうずっと田んぼが広がっているような平野、関東平野って感じで、まあ、海もなく、山もなく、林もなく、森もなく、田んぼに囲まれた町でございまして、結構ね、旅とか、あと、お市場っていうお城があったりしてね、あの、下町ロケットとか最近だと、あとは、なんだっけな、お市場の映画があったり、お市場の映画が、なんだっけな、僕も何回も見たんですけど、お市場の水攻めの映画があったんですよね、昔。映画。ちょっと今すぐ、ノボの城ですね、ノボの城って映画もあって、結構面白いんで皆さん見てみてください。そういった舞台になるんですけれども、映画の舞台になるんだけど、あの街に映画館が一個もないみたいなね、そんな街で生まれました。で、なので、まあ、基本的には、隣町の駅前とか、熊谷の駅前とか、あとは羽生市にある羽生のイオンモールっていうところに行くのが行田市民の過ごし方と言わせていただきますね。はい、行田市民の方がもしねコメントしてくださったらあれなんですけども、大体ね、イオンに行くか、熊谷の駅前で遊ぶというのが通常のライフスタイルとなっております。前髪は、こう変なのこれね。前髪変なのこれね。で、それで、1997年に生まれました。まあ、正確には熊谷の病院なのかな。まあ、それは別にどっちもいいかなと思うんですけれども、埼玉県の行田市で生まれました。で、幼少期はですね、結構、なんだろうな、僕4人兄弟で、家族構成で言うと4人兄弟の一番末っ子なんですよね。で、一番上が今、33とか34とか、それぐらいなんです。曖昧なんですけども、はい。こんな感じで、4人兄弟の末っ子で生まれまして、だいたいそんな感じで、まあなんか、それなりに仮面ライダーとか、なんとかレンジャーみたいのにハマって、過ごしてましたね。はい。あんまり幼少期の記憶は、ないですけれども、なんか家からちょっと離れた保育園に通ってたので、結構小学校に入ったら友達が誰もいなかったみたいなのはありましたね。で、そんな感じで小学校、もう幼少期あんまり記憶ないんで、
飛ばして小学校に入り、まあ毎日車で送って行ってたなっていうのが幼少期ですね。で、小学校はね、通ってて一番大きな小学校、北小学校っていうね、小学校だったんですけども、そこは、覚えてる記憶だと、まあ小学1年生ぐらいの時、まあ1クラス30人クラスで3クラス。あるのが北小学校で一番大きかった学校ですけども、まあ、30人学級がなんか結構少ないくてなんか推奨されてますけど最近ね、平塚も30人学級にした方がいいんじゃないかみたいな話をたまに議会で聞くんですけども、僕としては別になんか30人学級で育ったから逆になんかその40人学級多すぎないかっていう気がしていて、30人学級普通なんじゃないかなと思うんですけども、結構その頃から今もカードゲームが大好きなんですけども、その頃小2ぐらいからはデュエルマスターズを始めて、デュエルマスターズってまあポケモンですね。ポケモンのルビーサファイアとかだったり、ダイヤモンド、パールはもうちょっと上かな。はい。ルビーサファイアあたりからもうポケモンをやっていて、ずっとやっていた感じです。はい。そんな感じ。もう、あんまりね、そんな特別なんか、これができたよみたいな。あ、まあ、図工ができたかな。はい。昔から。図工だけ得意で、他の教科は別になんか60点とか、そんな感じかな。70点取ったかな。70点取ったかな。60点ぐらいですかね、大体ね。取ってました。ちょっとま、紙変すぎて。それぐらいでしたね。60点ぐらいで、あんまり勉強はできて、すごいできるってわけじゃなかったですね。なんか塾とかにも特に通ってなかったですし、スイミングと書道、まあ、今めっちゃ字下手なんですけども、硬筆って言われるなんか埼玉県特有の習い事があって、硬筆って硬い鉛筆でこう字を書くんですけども、まあ、それ2個通ってたぐらいかな。まあ、でもなんか両方とも遊ぶ時間がないみたいなこと言って、やめましたね。なんか遊びたいみたいな理由でやめてましたね。あとなんか結構家にいるのがなんか結構あんまり嫌っていうかなんかあれで、友達の家に毎日行って遊んでましたんで、本当に毎日遊んで、お正月と大晦日を除いて ほとんど毎日人ん家で遊んでたような小学生時代でした。まあで遊びはまあそんな感じでしたね。特にはそれ以外は特筆すべきところはなかったかなと思いますね。はい。まあ人とよく友達とよく遊んでいたかなと思います。はい。ここら辺からちょっと記憶が定かになってきますけども、中学校はね、長野中学校っていう、平塚市じゃねえ、埼玉県行田市で一番ヤンキーが多い学校でした。で、その隣にね、新州館高校っていうね、行田市唯一の高校があるんですけども、そこの真隣にあるのが長野中学校で、結構ね、パトカーとかが来て、公務執行妨害とかで先輩が捕まったりしてるような学校で、結構ね、厳しかったですよ。先輩の上下関係がなんかね、チャックの閉める割合とかもあって、結構たくさんチャックを開けてるとしばかれるんですよね、普通にね。あとは先輩来たらこう絶対挨拶しなくちゃいけないしっていうような学校でしたね、中学校は。でバスケ部に入っていて、ほとんどバスケ部の記憶が多いなっていうのが。長野中学校も行田市内で一番大きい学校だったんですけども、30人クラスが6クラスあって180人学年が3つあるみたいな感じの学校でしたね。で僕はバスケ部に入ってて、その時ね、結構身長が、まあ、それ身長が僕は昔からちっちゃくて、小学もうずっとこれをやってて、今はね174センチあるんですけども、中学1年生の入学時に138センチとかで、なんか周り150ぐらいが平均だったと思うんですけど、138でなんかダントツちっちゃいみたいな感じで、なんか昔からなんか背はちっちゃかったんですよね。で中学校で20センチ伸びたんで、卒業時には158ぐらいだったんですけども、まあ、その後も順調に伸びてって感じだったんですかね。はい。ちっちゃくて、バスケ部は、まあ、ほとんどまあガード、それベンチかで、そんなに活躍はしてないですね。でも、バスケ部ってなんかお得だなって思って、今になって。なんか今はガタイが174で、まあまあ大きくなったんで、なんかバスケ部やってたんですよ、みたいなこと言うと、みたいな。なんか納得されるんだけど、個人的にはまあ最近でかくなったけど、なんかまあ、相手の反応はいいし、ラッキーみたいなぐらいで、なんかバスケ部やってただけで、その3年間しか結局やってないんですけど、高校はやんなかったんで、やってただけですごい、3年間やるだけで、15歳から、その80ぐらいまで、まあ死ぬまでですよね。70歳で死ぬかわかんないですけど、ぐらいまで、50年間ぐらい、こう、50年、60年ぐらいをバスケ部だったんだよっていう、まあその後まで使うかわかんないですけども、なんかやたら若い時は何部だったって聞かれることが多いんで、その度にバスケ部っていうと反応がいいんで、ああ、すごいコスパがいいなって最近思いますね、それはね。なんかそういう考えあんま良くないですけども。はい。そんな感じでバスケ部でやってました。はい。バスケ部楽しかったですね、結構ね。本当に。友達も10人ぐらい、学年で言ったら10人ぐらいでしたけども、結構、その10人は、
仲良くて、はい、楽しかったですね。先輩はちょっとヤンキーな人もいて、はい、面白かったですね。で、いい思い出だったなと、よく思います。で、そんな感じで中学校で、結構ね、携帯とかなんか僕ね、その、スマホとかずっとやってるんで、よくなんかこう、デジタルに詳しい人間なのかなっていうか思われるんですけど、僕もちゃんと携帯世代を通ってまして、フロッピーデスクとかで、パソコンデータ保存したり、学校で授業してました。携帯もこう、スライド携帯で僕デビューしたんで、中学1年生ぐらいから携帯はね、持ってたんですけど、スライド携帯でメール、E メールとか、デコメとかやって、メールしてましたね。絵文字とかこう、動く絵文字が有料課金すると出るみたいな、そういう時代でしたね。中2ぐらいの頃から、なんか LINE がちょっと流行り始めて、でも、僕はそのパケットは全然使えなかったんで、LINE はできなかったんですけど、なんか LINE っていうのが流行ってるらしいよぐらいの時代を生きてきた人間ではあるんですよね。で、この話も一応しておきたいんですけど、中学2年生かの時に車で、自転車で塾に行こうと思ったら、夕方車に轢かれまして、なんか国道なんだっけな、まあいいや、何号線かはいいや、国道で引かれちゃって、129号線129っていうのがすぐそこだよな、間違いない、はい、それで引かれちゃって、その自転車がなんかボコボコになっちゃって、もう単純に事故ったんですけど、相手の不注意で僕はあんまり悪くなかったんですけど、ちゃんと横断歩道も当てたし、青だったし、こう来た車にこうぶつかっちゃって、でもそれでなんか自転車が破損しちゃって、自転車の修理代とか1台分ぐらいお金を相手の方から一応もらったんですね。でそのお金で一応iPod Touch っていうのをその当時買ってて、売ってて、iPod Touch っていうのを買ったんですよね。で、兄が iPhone を持ってて、iPhone っていうのはすごいなっていうのは、革命だなっていうのは僕は分かったんで、iPod Touch を、iPhone みたいな感じなんでね、iPod Touch を買って、そっから YouTube とか、自分でネットが手のひらでできるようになったんで、そっから結構ね、ネットリテラシーが格段に上がった気がして、自分がこう、今もうこうやって発信活動してたり、中でやったり、まあその後も Twitter の話はこの後出てくるんですけど、いろいろこう人とネットで絡み始めたりできたのは、この事故があったからだと僕は結構思ってて、でターニングポイントだなと、ネットリテラシーがガクンと上がったターニングポイントだなと思いました。そんな感じで僕はね、中2ぐらいからTwitterを始めたんですね。で、クラスでもTwitterやってる人はもう2、3人ぐらいしかいなかったんで、かなり先進的な人間でしたね、あの時代はね。はい。で、ちょっとその話が後々つながるんで、話しておいて、その時も、ヒカキンさんとかも出始めですね。1000人ぐらい、5000人とか、ヒカキンさんが、っていう感じでしたよ。で、その後は、バスケ部と同時に、無限塾っていう塾に通ってまして、無限塾って調べると出てくるかわかんないんですけどもね、そこね、鳥居みゆきさんっていうお笑い芸人さんいますけども、鳥居みゆきさんも通ってた、塾でありまして、鳥居みゆきさんのネタでね、こう、マッサッコっていうネタがあるんですけどね、ネタをやるたびにこう、マッサッコっていうのはみんな知ってるかわかんないですけどね、そのネタの元となったマサコっていう先生がいて、それは強烈な先生でですね、ちょっと今は亡くなっちゃったみたいなんですけども、その方にちょっと英語とかをね、教えてもらったりして、無限塾は無限塾で、他の学校の方とかと交流がたくさんあって、塾って面白いし、授業って、分かると楽しいんだな、みたいな、こんな感じでした。勉強はね、中学校の勉強で言うと、数学と英語だけ僕得意で、まあ、苦手なのが理科と、国語の古文とか結構苦手だったような気がしますね。まあ、理科は全般的に結構苦手で、20点とか30点とか取ってましたね。だからね、そんなになんか理科ってね、全然やる気が起きなくて、結局ハマんなかったですね、理科はね。で、まあ地理とかは結構面白かったかなと思いますね。歴史もちょっとあんま興味ないかなっていう感じでございましたね。で、英語が結構すごくて、学年で結構10番以内ぐらいにも何回も入ったりしてて、なんか英語はすごい楽しいなっていう感じで、英語だけずっと先に進めてやってましたね。数学も、割と80点以上ぐらい出してたかな。数学と英語だけ、好きな教科だったかなと思いますね。で、そんな感じですね。はい。で、英語好きになったのもやっぱ塾に通ってやったからっていうのは結構あったかなと思いますね。だから結構英語は自信あるかな。まあそんなに今喋れないですけどね。はい。英検も一個持ってないんですけどね。そんなこと言ってもね、証明できないんですけども、こんな感じでした。で、中学
今日はまあ大体そんな感じかな。はい、特にそれ以上普通に楽しかったなっていう印象で、結構僕学校が好きで、その学校はほとんど全て皆勤賞でしたね。小学1年生から中学全部です。高校、まあ、その後行く専門もですけども、ほとんど全て皆勤賞で学校が好きでしたね。なんか小学校の時に学校行けなくて泣いたことありました、ね、なんか親に熱とか出ちゃって、いや学校行きたいみたいな、そんなこともやっぱ言ったような記憶がありますね。はい、ということで、もうここまで見てる方がどれぐらいいるかも、誰が何分まで見てるっていうのは結構データで出てくるんで分かっちゃうんですけどね。はい、次は高校ですね。高校2013年ぐらいから、一応東日本大震災の話もしておくと、中学3年生かな、2年生の時にね、東日本大震災を受けて、埼玉県行田市は震度5強だったんで、結構強くて、なんかプールの水がこうバシャン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 になってて、なんか停電とかも1日その日の夜中の2時ぐらいまで停電してて、これは大きな地震だなというのをね、記憶していましたね。結構信号とかも全部停電でなくなっちゃってたから、初めてでしたね、そんなことは。で、それが2011年か。で、中学校を卒業して、高校は羽生第一高校っていう、行田市の隣にある羽生市ってところの学校に行きました。でこれが2013年ですね。で、こう羽生第一高校が、偏差値が大体ね、50ぐらいですね、ずっと。今はね、もうちょっと下がっちゃったかもしれないですけども、どうでしょうか。羽生第一高校に進みました。で、羽生第一高校に行った理由なんですけども、普通科の高校に行きたくて、なんでかっていうと、その、普通科の高校がまあ近くの新州館高校っていうのもあったんですけど、なんか近すぎてもうなんか嫌だったんですよね。毎日新州館高校の横通って高校行ってたから、なんか見すぎて嫌だったし、なんかちょっと違うところに行きたかったなみたいな気持ちがあったんで、羽生第一高校に行きました。で、羽生第一高校は家からね、8キロとか10キロ、10キロかな、離れてたんですよね。自転車で毎日往復40分ぐらい走ってて、なんか20キロぐらい毎日漕いでたんですよね。20キロかな、だいたいそれぐらいですけども。で、僕の家もなんか田舎オブ田舎みたいなところにあったんで、なんかね、電車で行って、電車に乗って、電車から羽生第一高校まで歩くのと自転車で行くのが距離が変わんなかったんですよ、あんまりね、あの時間が。だからそれで自転車で行ってましたね。なんかもう本当に建物が全くない田んぼの原を走るんで、風の影響、北風とかもすごい受けるんで、本当に辛かったですね。で、雨の日も風の日も雪の日もそれで行きましたから、カッパ着てね。いや、自転車でもう足が結構カチコチの筋肉がついてましたね。だからね、田舎だからまあしょうがないのかなって、今思い返せば、なんで電動自転車買わなかったんだろうって後悔してますけども、はい、そんな、なんか自転車で毎日1時間以上漕いでましたね。1時間、2時間ぐらい超えてたかな。で、そんな感じの高校の羽生第一高校に行きまして、まあ、これは本当に普通の高校でしたね。40人クラスで6クラス。40人クラスが6クラスあって、文系と理系が途中から発生するっていう、2年生からかな。で、僕はまあもちろん文系に行ったんですけども、理科が嫌なんでね。はい。で、そんな感じですよ。羽生第一高校に行きましたと。で、部活は漫画研究部っていう、一番バイトができると言われている、活動日数が少ないんで、漫画研究部ね。部活が、しやすいような部活に入りまして、でそこは部活もちゃんと行ってましたけどね、週1で。はい、まあそれもそれで結構面白かったですけどね、いろんなあんまり関わったことならないような漫画詳しい人がいっぱいいて、まあオタクが集まってたのかなと思いますけど、はい。でも結構やっぱみんなバイトをしてましたね。バイトしてお金貯めたり趣味に使ってたりしてる子が多かったかなと思いますね。で、僕はバイトはあのスシローを始めたんですよね。ここね、スシローね。最初ね、サブウェイで働きたかって面接受けたんですけど、落ちてむしゃくしゃして、やったるわと思って、でなんかチラシとかでスシロー見つけて、スシロー面接受けたら受かったんですよね。で、15歳ぐらいから結果的にスシローはね、20歳まで働いてたんで、もう5年間スシローでバイトしてました。結構スシローも楽しかったですね。はい。やっぱ15で入っても結構ちゃんと教育してくれたし、まあ、手洗いとかもちゃんとしますけど、まあ、手洗いの記憶結構覚えてますけど、キッチン3年、ホール2年やったりして、スシローは今でも大好きですね。結構ね。はい。特にね、スシローは途中からシャワリが始まったんですけど、シャワリとかもなくて、なんか休憩中にその、普通にその定価で寿司食ってる先輩とかいて、まあ、僕も食ってたんですけどもね、なんであれはなかったんだろうって思います。今思い返すとね、こんな感じでほとんどもう高校行って帰ってきて寿司ローまでチャリで行くみたいなんで、毎日24キロとかそのぐらい自転車漕いでました。
なんでスシローもそんな遠いところで始めちゃったんだろうと思うんですけども、ね、家から遠いところでやってましたね、スシロー。はい、そんな感じです。高校はほとんどその記憶しかないです。スシローをやってた記憶か、そんな感じですね。そんな感じです。あとはないかな。もうあとまあ Twitter とかやってたとかはそんな感じかな。漫画とか結構買ってた。ジョジョの奇妙な冒険とか、カメラ買ったりパソコン買ったりいろいろしてましたね。でバイクの免許とかも最後取ったりして、大型バイクの免許とかも取ったりして、バイクも買ったりして、貯金はなんかずっと30万ぐらいで、それ以上貯まってたらなんか好きなことに使う、まあ好きなことに使うっていうか、まあ勝手になんかなくなっていくというか、なんかまあ好きな、まあ30万ぐらい残して、それ以上の金はなんか結構自由に使ってましたね。で高校は結構、高校1年生の時にちょっと僕の母親が亡くなってしまって、それでそこからなんか僕のなんか人生のターニングポイントじゃないですけど、なんかこう変なスイッチが入ってしまったのか、もうなんか人生をこうちゃんと気持ちになって、やりたいことは全てやろうという、復唱しますけどね、そんな感じの人生になっていったのかなと思いますね。はい、人生はそう長くはないんだなというところを感じた次第でありますね。なんで僕も今シングルファザーなんですけど、僕の父親も実はまあ、でもほとんどもみんなもう僕の兄弟成人してたりしてたんであんま関係ないですけど、僕が15歳の時に親も父親も一人になったわけなんで、もしかしたら親もシングルファザーじゃシングルファザーなのかなと思ったり最近しましたね。うん、親と兄弟とかも結構まあ仲悪くなくて仲良くて、でもあんまり年に集まるってこともなくて、なんかもうみんな散らばって生活してるんで、東京とかに住んでたりするんで、あんまり実家には僕も帰ってないんですけども、まあなんせ遠いんでね、本当にね、片道4時間ぐらいかかりますからね。ちょっとね、意味わかんないぐらい遠いんですよね。高速降りてから遠すぎて、あんまり実家に帰る気が起きなくて、あんまり実家帰ってなくて、まあ、年末ぐらいは毎年帰ろうかなと思ってるんですけどもね。はい、まあもうそれ以上に帰った方がいいんですけど、まあ、今週も帰れなかったなみたいなのを毎週やってる感じなんですけども、まあ、実家に帰ってもね、やることがあんまりないんで、まあそういうことを年上の方に言うと、親に会えるのも残り少ないんだから帰りなさいみたいなことをよく言われて、まあその通りだなとも思うんですけどもね、なかなかまあ帰ってないですね、実家にもね。兄弟にもあんまり会ってないですけども、でも仲良くやってますね。とそんな感じで、高校はそんな感じかな。はい、漫画研究部ちょっとやりつつ、ほとんどまあバイトをやってたという感じですね。はい、で最後の方ちょっとバイク乗ってたりしたかなっていう感じですかね。はい、そんな感じ、だんだん現世に近づいてきましたけども、次は専門学校時代ですね。はい、専門学校は日本電子専門学校っていうところに行きまして、これは東京都新宿区百人町にある学校でございまして、まあ簡単に言うと新宿駅から歩いて8分ぐらいのところにあるんですよね。で最寄りで言うと大久保駅、総武線大久保駅が最寄り駅、まあ新大久保駅からでも歩いて行けるような場所にありまして、そこはね行田市からね通って行ってたんですよね。もう僕ね、なんであれも一人暮らししなかったんだろうって、まあなんでかっていうと、まあ実家から通った方が安いからそれで言ってたんですけどもね、実家から最寄り駅まで車で毎日20分走って、駐車場に停めて5分歩いて駅まで行って、駅から電車に乗って新宿駅まで1時間かけて行くと。はい、行田市っていうのがおかしな町で、吹上駅っていう鴻巣市の駅が最寄り駅なんですよね。だからその最寄り駅に行くのに隣の市まで行かなくちゃいけなくて、そこからこう新宿まで1時間かかるんですよ、ここがね。これ毎日やるわけですよ、これをね。お前7時に朝出るんですけども、学校着いたら9時なんですよね、これね。で9時でギリギリなんですよ、ギリギリ。毎日往復4時間やってたわけですね。でそのおかげでまあ小説とかで本をたくさん読めたんですけど、学校電車の中でまあほとんど寝てましたけども、はい、定期代払って学割で行ってましたね。まあでもなんで新宿の学校に行ったかというと、埼玉県民は、まあ、大体みんなそうなんですけど、東京コンプレックスっていうのがあって、まあ、大体まあみんな、まあ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんが東京行ってたからっていうのもあるんですけども、うちの兄弟ほとんど全員東京行ってるんですけど、学校はね、まあ、大体多分東京コンプレックスっていうのがあって、東京に行きたいんですよ、とにかくね。はい、だから東京に行くっていうのがあって、僕もはそれで東京に行きたかったんですよ。で新宿の学校にして、池袋の高校とかも学校を見たんですけど、結果的に新宿の学校にしましたね。で日本で専門学校ではプログラミングを学びましたね。言語で言うと Java と Swift を中心に学んでました。で、まあ、卒業制作とかを、まあ、なんとかやってやってたんですけど、
新宿に通ってる割には新宿そんなにブラブラしなくて、ほとんど行田市周辺でバイトをしてたというのが僕の記憶の定かでございますね。何をやってたかというと、スシローを相変わらずやってると。はい、この辺りからホールをやり始めて、あ、キッチンじゃなくてホールってこんなに楽しいんだみたいな、なんで今までキッチンやってたんだろうみたいな気持ちになってね、やってましたね。で、あとイオンシネマでバイトをしましたね。イオンシネマは本当はチケットを売りたかったんですけど、チケットカウンターで働きたかったんですけど、なんか飲食スシローの経験を言ったら、じゃあ君はポップコーンだって言われて、ポップコーン売り場になっちゃいましたね。はい、ポップコーン売ってました。で、なんかそこはなんかドリンクとかも売るから、なんか意外となんか営業するとみんなドリンク買うんだなみたいな。はい、一緒にドリンクもいかがですかみたいなこと言うと、じゃあいただきますみたいな、そんな簡単に買うんだなみたいな、だからちょっと一個進めてみると意外と人は営業すると買うんだなみたいなことを思ってましたね。あとはもぎりっていう、こうチケットもぎる人、今はなんか QR コードでピッてやっちゃうからそんな人いなくなっちゃいましたけど、もぎりっていう人、あと映画館のこうちゃんとやってるか確認して掃除したりする人、フロアってんだっけ、なんだっけな、そんな人が3種類あって、僕はポップコーンやってました。で、4視点はすごくて、シャワリを使うと映画が無料で見れるんですよね。これね、多分映画鑑賞なんとかって福利厚生に書いてあるんで紹介してもいいかなと思うんですけどもね、時給がね850円でしたね、イオンシネマはね、僕の時代は。で、スシローなんてもっとひどいっていうか、時代かしょうがないんですけど、僕780円からバイト始めてて、高校の時ですね。いや、今思うとありえないよなみたいな感じですよね。神奈川県1070円とかまでから今ね、1020円かな、でも1070円に今年なるはずですけど、はい、そんな感じですよね。だから、いやー、780円で1時間働いてたのかって今思うとすごい安かったなと思いますけど、そんな感じでしたね。安かったな。で、4しても850円あってても、18歳の時でも850円ですからね。はい、で、時給そのまあ低かったんで、周りもちょっと高いところがあったりしたんで、850円安いからこれいっぱい映画見なきゃと思っていっぱい映画見てました。でも興味ない、なんかポケモンとか見てましたよ、18歳で。呪怨とか、絶対自分が見ないやつ、なんか絶対見ないけど無料だから見るかみたいな感じでひたすら見てました。君の名はとかもやってたんで、僕の時はね、6回ぐらい見ましたね、君の名は。シンゴジラとかも大好きで、3回か4回ぐらい見ましたね、映画館で。すごい楽しかった、イオンシネマも。でも先輩がいろいろいて、で、イオンシネマは羽生にあるんで、実は高校と近いんですよね。だからなんか羽生もこうちょっとイオンシネマはイオンモール羽生の中にあるんで、まあ、イオンモール羽生でも一回働けたらなと思ってたんで、そこでもちゃんと働けて楽しかったなという感じでした。はい、で、まあ同時に結婚式場のバイトとかもやってたり、まあ、そこはなんか裏方みたいな感じで料理をこう配膳する係ですね。はい、を一時的に、まあ、全部同時並行なんですけども、スシローとイオンシネマと結婚式場やってたり、まああんまり結婚式場働かなかったんで、ちょっとサブ的な感じでしたけどもね。はい、あとイベントバイトとかもやったりしてました。イベントバイトは登録してやるんですけど、これすごくて、イベントバイトの話したいんですけど、結構僕バイトが好きなんでバイトの話ばっかになっちゃってるかと思うんですけど、イベントバイトは東京ドームとかに行って物販とか、あと設営とかやるんですけど、セットを作ったりね。で、セットを作るのあんまりおすすめしない、大変なんでおすすめしないんですけど、物販の仕事が結構面白くて、例えば韓国アイドルとかが東京ドームでライブするんで、それを物販をこう何々何々何々って言われるんで、それをこう売っていくらですみたいな、こう会計してお金もらってっていう物販をパーってやるんですけど、朝10時くらいからライブが終わった22時くらいまで、ライブが終わってからもちょっと物販やるんで22時くらいまでやるんですよね。そうすると拘束時間が12時間で、12000円プラスお弁当が2回か3回ぐらいついて、交通費も500円か600円くらいもらえるんですよね。そうすると1日で1万6000円とか1万8000円くらい稼げるわけですね。1日1万8000円稼げるとすごくて、で、お弁当付きですからね。で、これすごいバイトだなと思って、これはちょくちょくやってましたね。で、何がすごいって待機時間っていうのがあって、ライブしている間は物販ほとんど人が来ないんで、なんか常時20人ぐらいで売るんですけど、ライブの時とかは3人とかで売るんで、残り17人ぐらいはもう暇みたいな、待機って呼ばれる時間で、後の間も時給発生するんで、ああ、こう人と雑談してるだけでお金もらえるんだみたいなこともあって、よかったですね、すごいね。はい、それがイベントバイトでした。はい、皆さんおすすめです。ごい、1万8000円1日で稼げるんで、で、なんかライブセットとかも作るのはやって、まあ、それは結構夜勤が多かったんで、
夜集まって朝解散するみたいな。それなんか専門学校の時だったっけな、20歳ぐらいの時だったような気もするけど、そっちはあんまり本当に肉体労働なんで、しかもなんかトレーラーみたいなのがすごい会場内たくさんトラックが走ってるから結構危ないんですよね。普通におっちゃんとかになんかバイトくないやってくれよみたいな、派遣さん行ってみたいな言われるんで、なんかあんまり人権がなくてすごい怖かったけど、でも怖かったし、なんか終わったら朝方だし、ほとんどそれで一日潰れちゃうから、やっぱ夜勤っていうのは辛いなって思いながらやってましたね。まああんまなんか行くたびにもう二度とやるかと思いながらやってて、まあ、その物販のバイトだけ行くようにしてましたね。まあ、自分で申し込んでいくんで、そんな強制されてるわけじゃないんで、まあお前が選べよって話なんですけど、行くたびにもういかんみたいな感じでやってました。物販のバイトは本当に最高でした。で、ここはね、趣味的なことは、アイドルにちょっとハマってて、ビッシュっていう、なんか今解散しちゃいましたけど、結構有名になりましたけどね。ビッシュの初期、超初期、タワーレコードとか、こう、お客さん10人とか、10人ってことはないか、20人とか、それぐらいかな、の時のビューを行ってました。もうすごい楽しかったですね、初期の。で、なんか、結構メジャーデビューしてあたりから、なんか、チケットがだんだん取れなくなってきて、引退しましたね。はい、ライブに行けなくなっちゃったんで、なんか、だんだんモチベーションがなくなっちゃって、それで、やめちゃいましたね。でも曲とかはずっと聴いてましたね。BiSH の話結構僕できますね。だからね、覚えててください。喋りすぎてちょっと喉痛くなってきたな。で、2017年ですね。はい。そんなこんなで専門学校時代は終えまして、社会人1ヶ月目ですね。はい。社会人になったんですけど、これはね、どういうところに就職したかっていうと、銀行のデータセンターってところで働いてて、ネットでこうネットワークで管理してるわけですけども、そこはネットワークの保守をするという会社というか企業の下請けみたいなところで働いてました。で、これが住んでたのは、本社はね、銀座の方だったんですけど、配属が調布の方で、まあ、調布のデータセンターって調べると出てきちゃうかもわかんないですけど、はい、まあ、別にそんな調べれば出てくることなんで大丈夫だと思うんですけど、はい、調布市に寮とかで住んでまして、でね、それがね、結果的に言うとね、3月の15ぐらいから研修で入社して1ヶ月ぐらいで辞めたんですよね。それで僕ね、で新卒カードをこう切ってやっと入った新社会人1年目、1ヶ月目で辞めちゃったんですよね。それでね、社会のレールから降りるというやつですよ、これが。でもしんどかったんですよね、それがね。本当に仕事が、今までね、ここもいろいろここまで話してきてね、バイトの話たくさんしてたじゃないですか。こんなに楽しかったってしてたんで、僕はね、仕事は楽しいからもう続くんだと、はい、感じだったんですよ。今まで仕事は全部続いてきたんですよね。はい、基本的には。なんで、ここで、まさか自分がすぐ退職するとは思わなかったですけども、はい、1ヶ月ぐらいでね、こう退職しようってなって、まあ、なんか、新卒で入って、こう、同期とかとこう、わちゃわちゃ、まあ、そんな仲良くなんかならなかったですけど、もう、やって、こう、やっぱ、本社の銀座の方に行って、こう、言うじゃないですか。1ヶ月でちょっとやめたいんですよねみたいな言ったら、なんか録音したんですけど、僕なんか変なこと言われたら怖いから、そしたらなんか3年働きなさいみたいなお決まりのやつ言われたんですよね。で、もう僕内心ネットで見たやつだと思って、本当に3年働きなさいって言うんだろうなって、言うんだなって思って、そんなことばっか思って、でも本当にしんどかったんで、ちょっと辞めさせてくださいっていうことを言って辞めましたね。はい、まあ、大変だったな、あれも辞めるのかな。でも親とかに相談したんですけど、親はなんか心よく、そうやったらしょうがないねっていう感じで、言ってくれたんで、もうそこで親も続けなさいとか言われたら、結構メンタル的にもしんどくなっちゃったかなと思うんですけど、もう親も、なんか、まあまあまあって感じで言ってくれたんで、いや、あの時は今思い返すとよかったなって思います、すごいね。まあ、しんどくなって、辛いまま働いても辛いままですから、1年頑張れないかって言われて、いや、1年無理だなと思って、1ヶ月も無理だなと思ったんで、もうすぐに辞めましたね。はい。まあ、退職代行とかなかったですね、あの時代はね。あれば、どうだろうな。ちゃんと辞めたかったんで、辞めました。で、そこもね、寮に入ってたんですけど、寮費が結構高くて5万円ぐらいしたんですよ、寮費がね。で、なんか、基本給は17万円ぐらいで、で、なんか、寮のお金がまずなくなって12万円じゃないですか。
朝と夜ご飯食べるとそれも天引きされるんで、寮の寮費から。まあご飯食べてるんで当たり前なんですけど、寮費が朝ご飯が200、300円ぐらいで、夜ご飯が500円ぐらいするんですよね。それを寮で毎日食べてるから、どんどん手取りがなくなって、入ってくるお金最終的に10万円もないんだろうな、多分。結構ね、かなり少なかったんですよ。まあでもなんで手取りが10万円なんだろうみたいな、まあ、当たり前なんですけども、それもね、衣食住払ってするんですけど、当時はね、なんかおかしいって思っちゃったんですよ、結構ね。で、なんでおかしいと思ったかっていうと、バイトで10万円以上毎月稼いでたから、なんでバイトをしてた時お金がないんだろうと思っちゃって、実家から通うっていう選択肢も、まあ、ちょっと遠くて、さすがに調布遠いんでなかったんで、なんでこんなにお金もたまんないし、あ、しんどいなっていう気持ちになっちゃったんですよね、それはね。そんな感じです。はい。で、やっぱあと一番しんどかったのが、そのデータセンターってずっと動かしてなきゃいけないんで、三交代制なんですよね。三交代制なんで、夜勤とかが普通にあるんですよ。夜勤があると、三交代制って、一週間このスケジュールでやって、昼、朝から夕方までやって、で、次の週は昼から夜までやって、で、その次の週は夜から朝までやるんですよね。で、これを、まあ、毎週やるわけですけども、まあ、三交代制で今も働かれてる方、たくさんいるかと思うんですけども、僕はこのサイクルが本当にしんどくて、こう夜勤明けて朝見て、朝日を見た時に、朝日、太陽だなみたいなこと思っちゃって、もう参っちゃったんですよ、結構ね。なんか、太陽を見てなんか、感動しちゃったというか、なんか悲しくなっちゃって、なんか朝日だなって思ったのよく記憶に覚えてるんですよね。とにかく夜勤がしんどくて、僕には合わないなって思って辞めましたね。はい。だからやっぱ夜勤とかやってる看護師さんとか、まあデータセンターの人も、あのマンション管理とかビル面とかの方とかいますけど、本当に尊敬するというか、いや、すごいなと思いますね。なんか僕とはちょっと全然体の作りが違うんじゃないかなって思いますね。本当にすごいなと思います。もう、そんな感じで、まあ、夜勤は合わないんだなっていうことが分かりましたね。で、なんかそれもどこに配属されるかが分かんないんで、入社してみないと分かんなかったところがあって、まあちょっとまあ、そこら辺難しかったなと思いますね。でも面接とかはね、結構すごくうまくいったんですけどもね、こんな感じの、たくさん喋る感じで、はい。就活とかは結構すぐ終わったんですけどね。すぐ終わらせたのが良くなかったのかもしれないですけども、まあ、就活に二十歳の時点で結構、ちょっと話しとれますけども、なんか、やりたいことをやろうみたいな。無理じゃねみたいな、思いませんかね、結構。だから、これを見てる若い人とか見たら、なんか、やりたいことを見つけようみたいな。大学とかで、やりたいことがないから、とりあえず大学に行こうっていう方も、ちょこちょこいると思うんですけども、やりたいことって見つかんないんですよ、基本的に。見つかんないまま、なんか社会人になって、なんか、嫌なこととかをやってくると、なんか、これは嫌だなってことが分かってくるんで、嫌なことをやんないことをこう突き詰めると、ちょっとずつやりたいことが近づいてくるんじゃないかなみたいな気がしましたね。やりたいこと見つかんないんで、基本的に。やりたいこと見つかってる人とかいたら、なんかすごいなと思いますね。なんか、高校生の頃から、例えばその、保育士さんとか、看護師さんとか目指してる方とか、例えば、ね、美容師になるとか、理容師になるとか、友達でもいますけど、いや、なんでそんな10代でやりたいこと決めてんだ、すげえな、みたいな、思いますね、そのね。いや、本当になんか、僕はやりたいこととか何もなかったですね、その、二十歳ぐらいの時は。もう漠然と生きて、だけというか、本当にそんな感じでしたね。で、辞めましたね、それでね、会社を。はい。調布はいい街でしたけどね、調布ね。新宿近くて。調布市、すごいいいなと思いましたね。京王線が安すぎて、すごい良かったですね。でも、なんでこれ辞められたかっていうと、イベントバイトとかで、1日1万8000円稼げるの分かってたんで、これ10日やれば20万じゃんみたいな。単純に税金払ったら、それも全然手取りなくなるんですけど、バカだったんで、10日稼いだら20万みたいな、本当にそんな感じで考えてたんで、これ退職したらむしろ稼げるぞみたいな、意味わかんないモチベーションだったんで、そんな感じだったんですよ、そんな感じ、本当に。で、辞めましたと。で、その後2ヶ月ぐらいかな、3ヶ月ぐらいかな、ニートをしてたんですよね。これもうなんか、ファさんっていう、ファって PHA って書いてファなんですけど、ファさんの本とかをすごくたくさん読んでて、ニートの歩き方っていうのを、この時は本が出てて、だからニートになっても大丈夫なんだっていうことを、ちゃんと本で知ることができて、だから辞められたんですよね。結構、会社で病んで、なんか鬱とかになっちゃう方いますけど、なんか、こういう生き方もあるんだっていう本はたくさん読んでたおかげで、なんか、ニートでも別に生きられるしな、みたいな、そういう謎マインドで生きることができたんで、なんか前向きだったんですよ。前向きなニートみたいな。
たいな、外でたくさん人と会うニートみたいな、そんな感じでニートっていうか、まあなんかただ働いてないフラフラしてるような人間みたいな感じだったんですけどね。はい。でなんかニート結構忙しくて、いろんな人からこうで、なんかそのちょっと話戻るんですけども、中学校の頃にこうツイッターを始めたって言ってますけど、中学校からツイッターを始めると、ツイッターの使い方が結構人より上手くなってるんで、勝手にフォロワーが1000人ぐらいこう行ったりするんですよね。ありがたいことに。それでいろんなこう情報収集してると、ネットの人とこう友達とかになったりしてて、ネットの人と会って遊ぶみたいなことが結構あったんで、それでネットの人と結構ね誘われて遊んでました。だから暇だったらこうなんかいろいろ話を振ってくれるんで忙しいんですよね。めちゃめちゃ金なくなるんですけど、はい。でそれでなんか小岩にあった小岩のシェアハウスに住んで、まあ、シェアハウスに住むのがニートの第一歩なんで、シェアハウスってめっちゃ安いんで、3万6000円とかで小岩に住めるんで、3万6000円はい、まあ、そんな感じでしたね。あの、江戸川区小岩に住んで、ニートをしてました。で、ニートになったんですけど、あのジムとか契約しちゃって、サウナあったんで、ジムに。これ、7000円で契約すると毎日サウナ行けるわ、みたいな。30日入ったら、とんでもない安い金額でサウナ行って、まあ、ジムのもちろん筋トレもできるし、まあ、体を動かして、こう、元気なニートを目指してたんで、そんなニートも、ニート適性っていうのがあって、僕はそのすぐ働きたくなっちゃうんで、なんか、イベントバイトちょこちょこやってたんですけども、まあ、そんな感じで日銭を稼ぎながら生きてました。で、そんな感じでやってて、8月ぐらいになって、なんかやってみたいバイトが、なんか死ぬまでに一回はやってみたいバイトみたいな感じで、あの夢の国で働きたいという気持ちがあって、でそこも晴れて受かったんで夢の国で働いてましたね。それでそれは8ヶ月から1年弱ぐらい、8ヶ月から10ヶ月ぐらい、10ヶ月かな、働いてましたね。その時はこういうあのフリーターで雇用してもらって、雇用というかフルタイムですかね。だってフルタイムだとなんかちゃんとした保険証とかもらえて、はい、毎日あの週5日働いてましたね。それは千葉県の西船橋ってところに一人暮らしして働いてましたね。毎日通って、西船橋も良かったなってもう思いますけどね。5万円でね、あのトイレ、風呂トイレ別、駅徒歩5分の場所借りれて、いやで毎日なんか僕遅番だったんで、昼に起きて夜まで働いて、毎日2時に寝て11時ぐらいに起きるんですよ。9時間も寝てるわけじゃないですか。もうね、でなんか手取りも結構良くて16万とか、社会保険ついてるんですよ。16、そんな入んないか。14万ぐらい入ってたのかな。有給とかもちゃんとしっかり取れて、で、僕暇があったらイベントバイトするじゃないですか。2万円1日。そうすると手取りがなんか18とか20とかになって、あんだこれはみたいな、その、まあ、家賃とか払うんですけど、まあなんか社会人してる時は全然金あるし、なんかフリーターってなんか僕の中では、まあ結構マイナスなイメージがあったんですけど、なんか正社員みたいな、正社員になれみたいな洗脳が多分かかってたんで、フリーターってちょっとマイナスなイメージがあったんですけど、フリーターをやって、フリーターってこんなに幸せなんだと思って、まあ仕事がめちゃめちゃ楽しかったってなるんですけど、フリーターでこんなに幸せなら一体どうなっちゃうんだみたいな感じのマインドでおりまして、一人暮らしもできるし、なんか毎日朝ゆっくり起きれるし、たくさん寝れて仕事も楽しい、仕事中もなんかみんな優しいし、もういいこと尽くしじゃないかみたいな感じだったんですよね。もうね、で貯金もできるし、なんかあ、そんなに僕無駄遣いというかあんまり趣味がなかったんで、なんかバイトが趣味みたいな感じになってたんで、働くのが趣味みたいな感じになってて、本当に何もハマってなくて、なんかもうご飯とかも僕あの安く済ませれば済ませるほどいいと思ってるんで、もうひたすらお金もなんか溜まってくし、これでこんなにいいんだなぁと思って、いい経験でしたね、あれはね。だからね、本当にもう50何分話してますよ、これ。とんでもない動画だ、これ。そんな感じですよ。まだこれは2017年の話ですか。あと7年ぐらいあるね、これな。市議会議員とか結婚とかこの後入ってくるんだよな。はい、そんな感じです。はい、西船橋に住んだと。で、ツイッターでいろんな人と遊んでいたという感じですね。で、なんか夢の国で働いてたんですけど、途中で気づいて、これ楽しすぎてこれ一生ここにいるなって思って、一生ここにいると他の経験は積めないなって思ったんですよね。で、辞めたんですよね、それもね。はい。1年ぐらいで。もう10ヶ月だったかな、だいたいそれぐらいだと思いますけど。また働きたいなと思いますけどね。あの、いつ働くんだよって感じなんですけど、まあ60歳ぐらい過ぎたら、いや、わかんないですけど、また、いや、いつか働きたいなと思いますけど、まあ、タイミングがなさそうですけどね。はい。こんな感じで、フリーターもしてたんですけど、同時並行で部とかもやってて、僕その他の人とかとやって、そこでその一番最初に話したシャマさんって方と出会って、
カードゲーム YouTuber ですね。今も調べるとチャンネルありますけど、20万人ぐらいの YouTuber の方と出会って、シャマさんが20万円のマコを買ってくれてですね、もう神みたいな人なんですけどもね。で、そこで Adobe のソフトも買ってもらって、投資されたというか、投資していただいたというか、もう神みたいなイベントが起こりましてですね、を始めることになったんですよね。で、売れない YouTuber をやってたんですね。で、これが後々平塚 YouTuber につながってくるところなんで、ここで喋っておきますと。それはね、結果的に登録者は300人ぐらいしか、400人かな、しか行かなくて、人気なかったんですけど、まあ、編集が覚えられたり、撮影ってこうやってやるんだとか分かったんで、それがすごい大きな知見になったんですよね。で、2017年とか、2018年の頃って、YouTuber って本当になんか変人がやってるみたいな職業で、もうなんか周りで、なんかもうカメラ持ってこんなことしてる人、全くいなかったんですよ、街に。こんなことやしてね、こうやってね、撮ってまーすみたいな。もう、うわ、YouTuber じゃんみたいな。人権なしみたいな。店員さんとかはその頃はね、人権獲得のために、かなりクリーンなイメージを作ってくれましたけども、UUUMとかが始まってね、言って、稼げるかもみたいな。そんな、時代でしたね。とにかく変人扱いされるのがまだその時代の、流れでありましたね。で、2018年にちょっと戻りまして、そこの仕事を辞めて、その頃出会っていた、人と結婚したんですね、夏ぐらいに。で、結婚して同時にその頃今の激凛の社長ですよねと出会って平塚に引っ越してきたというわけですね。ほぼ拾ってもらったみたいな感じですね。ほぼというかもう全部見せたことみたいな感じですけどね。拾ってもらって激凛に来たと。で、拾ってもらってで平塚に来た5日前ぐらいに激凛が誕生してて、で、なんかすぐ激凛の方の仕事を始めたって感じで、なのでほぼ起業のタイミングからいるんで、で、まあほとんどもなんかほぼ全ての歴史を知っているというか、もう起業して5日後ぐらいにいたんで、まあなんか起業したって言わせてもらってますね。はい、まあ起業したっていうのは正確にね、その法人登記した時があれなのかっていうよくわかんないですけども、まあ起業メンバーということでね、まあ僕社長じゃないんで、うん、ね、いう感じで。で、その結婚はしたわけですけど、まあ、その話は平塚 YouTuber って Google で検索すると結婚とか離婚とか出てくるんで、一番皆さんがやっと気になってる話に1時間ぐらい経って到達しましたけども、そんなわけですよ。で、結婚したわけですよね。それは同い年の方と結婚してしたわけですね。で、なんか結婚が20歳か20、21歳だったっけな、確か僕が、相手の方が20か21かだったと思いますけども、早かったんですね。なんでそんな早く結婚したんですかみたいなことをね、よく聞かれるんですけど、なんか結婚漠然としてみたくて、18歳ぐらいからなんか18歳ぐらいから結婚ってできるわけですよ、男の人って。なんか結婚したいなみたいなことを常々思ってて、で、それで相手の方も結婚したいって感じだったんで結婚したって感じなんですよね。はい、だからそこを思うのが、結構みんな30歳ぐらいになって、結婚そろそろしなきゃなみたいな感じな気持ちが来るかと思うんですけども、僕はそれがなんかその早めに来ただけなんですよね。だからなんかそうやって聞かれた時はそうやって答えてます。で、結婚できる、結婚したいと言ってくれてる相手がいたんで結婚したという感じでございます。で、と結婚生活しながら、激凛をちょこちょこというかやっていた感じで、ちょっと激凛の話をしますと、株式会社激凛っていうのは今社長がいるんですけど、社長が何個か会社をやってて、2個目か3個目で作った会社で、なんか何を目的として作ったわけでもないんですよね、激凛っていうのはね。で、じゃあ何を売ろうかって話をなった時に、僕が動画編集ができたんで、じゃあ動画編集を売ろうみたいなことになって、激凛の一番最初はホームページとか作るわけですけども、もう企業理念とかもう何もなしに、もうとにかく動画編集という商材を売ろうみたいなことにして、10分1万5000円で編集しますみたいな。その頃相場とかも存在しなかったんで、まあいいねじゃないですけど、まあなんか、まあ大体それぐらいだよねみたいなのが10分1万5000円っていうのを、まあ法人として考えるのは結構安い部類ではあるんですけど、単純にその芸能人の方とかも結構参入し始めてて、芸能人の方が字幕とかつけるわけないじゃないですか、単純に考えて。忙しいのに見つけて自分でこう撮影した素材をパソコンに落として、パソコンでこう字幕こうやってガーッとつけて、そんなことやってる時間ないんで、事務所ですね、事務所に任せるんですよ。事務所に素材がたくさんあると、動画の素材が。で、
そこに狙って面倒くさい字幕の作業とかはうちがやりますよっていう営業をかけるという感じでございますね。で、YouTube って昔はメールアドレスが公開されてたんで、メールアドレスを一個一個こうダウンロードして、有名な YouTuber のダウンロード一個一個ダウンロードして、こう編集やらせてくださいっていうメールを送ると結構当たるんですよ、これがね。そんな感じでもうひたすら営業メールで営業のメール毎日送って、話聞いてみたいですっていう方がいたら、東京に平塚から車で行って商談して帰ってくるみたいなのを毎日やってたんで、なんか週5日ぐらい東京行ってましたね。東京すげーみたいないう感じでした。で、なんで平塚でやってるかっていうと、社長の地元が平塚なんで平塚でやっているっていうだけなんですよね。そんな感じです。はい。で、そんなことをずっとやってたら、だんだんこう売り上げがどんどん伸びてきて、人を入れたり人を雇用したりして、激減はやってました。で、最初から役員でやってたんで、取締役っていうんですかね、でやってました、激凛はね。こんな感じかな、激凛は。で、その後ホームページとか作れるようになったり、いろいろして広告の運用とかもできるようになったんで、激凛は広告代理店ということで、ホームページ作ったり、広告回したり、動画編集したり、チラシ作ったり、ポスター作ったり、何でもやるよっていう感じでやってました。で、激凛ですね。で、結婚して21に結婚して、23歳かな、あれやばいな、2019年だから、2019年か、2019年だ、2019年に息子が生まれました。で、2019年の11月ぐらいに生まれましたね。結婚して、まあ約1年半ぐらいかな、の時期に息子が生まれました。で、息子は元気に生まれましたと。で、今の息子とは一緒にそれ暮らしているわけですね。で、なんか結構ね、で、その後翌年、今離婚してしまうわけですけども、まあ、皆さんが Google で一番調べてる離婚みたいな話ですけども、なんで離婚してしまったかというと、相手の方もいるんで、まあそんなに詳細には話さないですけども、まあお互い仲が悪くなってしまったというのが一番で、子供の前とかでも喧嘩するようになっちゃって、まあ良くないですよね、そういうのはね。で、まあ親が両方ともちゃんとニコニコしてるのが親として大事なんじゃないかなというところで、僕は思ったところもあって、まあなんか喧嘩とかが多くなってしまって離婚したというのが離婚の理由でございますね。だから、まあ不倫とか、まあ、お金の問題とかいろいろありますけども、まあ仲が悪くなったという、まあ性格の不一致っていうんですかね、まあ、それが一番主な理由でございますね。はい。で、まあここからこれ以降もなんか動画見てくれる人はあんまりいないんじゃないかと思うんですけども、そんな感じで離婚となりましたと。で、親権は結構僕は生まれた頃からずっと息子は世話してて、親権で争ってね、それもまあ大変だったんですけども、はい。今は、相手の実家とかともちゃんと連絡して、たまに預けたり、たまにというか、定期的に預けたりしてね、僕はそれですごく助かってる部分があるんで、はい、本当にいつもありがとうございますという感じなんですけども、自分が視察とかね、議員の視察とか行くときとか、泊まりで、どこにも預けることができない時とかに預けたりとか、まあ、定期的に預けたりして、向こうの親の方とは結構仲良くというか、まあ、普通に連絡を取って普通に会話をしてやっている感じでございますね。はい。で、そんな感じでございます。で、まあ東京の実家の方なんで、そんなに遠くもないんで、はい、やれてるかなっていう感じでございます。で、まあ息子も結構ね、楽しみにしている感じなんで、それはまあ良かったか、良いなと思いながらやってますね。で、一人親編が始まるという感じですけども、じゃあいつ YouTube 始めたんだっていうのをちょっと話が逸れちゃいましたけど、まあ離婚まで行っちゃいましたけど、始めたのは息子が生まれる3ヶ月前ぐらいの8月ぐらいに始めて、息子が生まれて11月ぐらいです。このまま8月ぐらいに始めて、なんか YouTube やりたいよね。会社でなんか動画編集の会社なんで、まあ、リソースはあると動画編集できる。なんか YouTube やりたいよねみたいな感じで、なんかその頃仙台系カッツっていうのがすごい流行ってて、カッツとかを見て、これ平塚でもできるんじゃないかみたいな、仙台あるあるみたいなことやってて、カッツ真似しようみたいな感じでございまして始めたわけですね。はい。あとはまあ友達とかも結構 YouTube やってる人が多かったんで、 YouTube やろうよみたいな感じで、あとまあ YouTube やってた経験があったんで、ちょっと前に戻ってね、はい、そこでなんか外で撮影したり編集したりっていう能力が培われてたんで、 YouTube できる土台はあったんで、 YouTube がスムーズに始められたっていう感じですね。で、まあ最初はね、
なんかいろいろ平塚の有名人だったり紹介してみたりね、いろいろ動画を上げて試行錯誤してやってたわけですね、 YouTube ね。平塚発信というのを2019年の8月ぐらいから始めました。もう4年ぐらいやってますからね。もう5年か、5年目に入りますけども、平塚 YouTuber を始めました。で、こんな感じかな。それが2019年で、2020年に離婚したと。2020年、そうですね。で、2020年に離婚する、もうちょっとこれも話が前後しますけども、離婚する半年前ぐらい、4ヶ月5ヶ月前ぐらいに家を買うんですね。これ僕ね、今住んでるこの家ですけど、ローンが降りちゃったんですよね。はい。なんか激凛っていう、その社会的に見たらなんかできて 2,3 年の会社で、僕正社員っていうか取締役みたいな感じだったんで、なんか普通にローン降りないだろうなと思ってたんですけど、ローン降りて、でなんかその頃はまあ妻とこう家買うかみたいな話になって、あ、いいねみたいな感じになって、買おうかみたいな、買えたわみたいな感じで買いました。はい。で、今も住んでて、息子と2人で住んでますけども、まあ新築でね、綺麗ですし、まあなんかなかなかこの条件を同じものを再現しようってなると難しいんで、まあ住み続けてるっていう感じですね。結構まあ普通に暮らしやすいというか、そんなこだわりがないんで、あんまり注文住宅とかではないんですけども、建て売りで買って住んでるっていう感じですね。だからそれでまあ離婚する直前っちゃ直前に買ったっていうか、いう感じですけどね。はい、買いましたね、家それも3歳とかかな、23歳かな、19、それがなんかあんま記憶が定かじゃない、23歳ぐらいの時に家買いましたね。そんな感じです。で、2021年とかはあんまり変わったことはしてないですね。もう一人親になってからはぼちぼち、2021年、2022年はそんなに変わらず、激凛をまあせこせこやりながら、平塚 YouTuber 新の動画をやるという感じですね。で、2021年、2022年やって、2023年ですねに、あの平塚市議会議員選挙に出て当選させていただきましたという感じでございました。はい。あの議員になった理由とかめっちゃ聞かれるんですけど、これもうちょっと話しておくと、YouTube を平塚 YouTuber がやってたわけですけども、なんかね、しんさんこう何とかしてくださいみたいな言われることが多くなって、それでもうちょっとこうしてくださいよ、直接市に伝えられるところまで行こうと思いまして、それがまあ議員という手段がいいんじゃないかと思ってやったというわけですね。やって選挙に出たという感じです。まあ市民の困りごとを解決しようというのが大きな、一番わかりやすい理由なのかなというところですね。で、もともと区議会議員とかで知り合いがいて、荻野実さんっていうんですけど、そういう方とかとも交流があったりして、なんか議員って、議員さんが周りにいないと結構選挙とかって怖いんですよ。で、どうやって出たらいいんだろうみたいな、そういったところもなんか相談させてもらって、まあ、そこでいろいろ教えたりもして、っていう感じで、まあ、自分で選挙のこといろいろ調べましたけど、まあ、そういった先輩がこうね、その昔のツイッターのつながりとかであったんで、そこはあってよかったなと、あってよかったなというか、あったおかげでこうちゃんと出れたのかなっていうところはあるかなと思います。で、今は2024年ですね。はい。議員は2年目となりまして、 YouTube は5年目となります。で、 YouTube の内容はだいたい平塚に関することあるあるだったり、平塚の開店閉店だったり、あとは市議会議員になったので市政の情報とかを流しているという感じでございますね。でも市政の情報の動画はあんまり再生回数が開店閉店とかに比べると低いので、なんかみんな興味があるのかな、ないのかなって思いつつも、でも興味がないことでも上げる必要があるよなって思いつつ上げようと思ってますね。で、選挙に関しても選挙の話とかもしたいんでしますけど、まあ何も分かんなかったんで、もうとりあえず全部やろうと思って、選挙カーだったり選挙ポスターだったりちゃんとやりましたけど、選挙カーとかやっぱ30万ぐらいして高かったんで、あんまりもうやりたくないなと思うんですけど、まあ結構効果が測れないんで、今後やろうかなって迷ってたり、あとはこういった僕みたいな若いその議員さんっていうのは、僕はもっと日本に増えるべきだと思ってるんで、20代からね、議員ってやったわ、いろんな視点が見れて経験にもなっていいんじゃないかなと思うんで、そういった市議会議員になりたい人を定期的にこうツイッターで呼びかけて、ダイレクトメッセージとかでこう相談に乗ったりはしてますんで、もしここまで見てた方とかいらっしゃいましたら、
シーガーギーになりたいんだけどどうすればいいのっていうのを連絡してくれればなと思います。全然公職転記法結構詳しくなれたんで、教えられる部分があったら教えていきたいなと思います。はい、そんな感じですかね。はい、まあ僕ができることで言えば選挙と動画編、 YouTube、 ポケモンカード、はい、ポケモンカードの話もするとすごく長くなっちゃうんですけど、はい、激凛の話、まあ激凛ソーダは2021年と2022年はポケモンカード専門店を始めましたね。もうなんかもう毎日それやってるのに、もうなんかやりすぎてもう記憶飛んじゃいましたけどね。はい、ポケモンカード専門店激凛平塚店っていうのをやりましたね。で、秋葉原、静岡県沼津市と藤沢市と葛飾区の金町、今6店舗かな、全部で激凛2っていう駅前にも最近できましたけども、はい、全部合わせて6店舗でぐらいですねをやってます。激凛で、それも2022年からだもんな。はい、今は激凛と市議会議員と YouTuber をやってるという感じで、一人はですね、プライベートの部分で言えば一人はということで、なんかね、忙しいですよね、これね、忙しいんだけど慣れちゃうとなんかなんとかなっちゃうんですけども、まあなんかふと疲れたなって思うことはあるんですけどもね、なんか毎日やれてるから、なんとなくやれてるから、まあこのままやっているという感じです。まあでも疲れますね、それ。疲れるけど、息子は可愛いし元気だし。僕も元気な限りは生活を続けていければなと思いますね。まあたまには実家に帰ったりすることも大事ですね。帰ってないですね。はい、ポケモンカードが、まあ趣味、最近の趣味はもうポケモンカードかなと思います。ポケモンカードもね、初心者教室とかやったりして、最近は輪を広げている感じでございます。はい、という感じですね。1時間20分。まあ、大体そんな感じですね。はい、まあ僕の人生はもう1時間20分で全部喋り尽くせるぐらいですね。そんな感じです。まあ選挙の話とかもう全然まだまだできるけど、それは選挙の期間にたくさん選挙の話したと思うんで、ちょっともう疲れちゃったなこのこと言うのはあれですけども、はい、そんな感じで選挙は選挙で別の動画が作れるぐらいのボリュームになっちゃう。はい、最後の方超雑になっちゃいましたけどもね、現在に近づくつれにつれもうどんどん雑になりましたけど、はい、そんな感じでした。ということで以上、締めないとね、しっかりね、最後はね、はい、私の自己紹介です。気になることがあればぜひグッドボタン、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。はい、ツイッターも結構趣味ですね。はい、中2からやってますからね。10年選手ですね、もうね。はい、やめたいんだけどな、あれもな、やむからな、みんなが。はい、こんな感じです。喋れたかな、ちゃんと。僕という人間がどういうことをしてここにいるのかというのが分かったのは、ちゃんとね、話せたのかなと思います。もう大体喋ったかな。はい、大体喋りました。はい、まあ、細かいことはもう2018年こんなことでしたって言い始めたらきりないですけどもね。はい、以上でした。ありがとうございました。